おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回システム的に考えてたよ。貯金がなぜ必要なのかっていう話だね。貯金がなぜ必要か。システム、前も言ったんだけど、システムは、いろんな、インフロー。で、アウトフロー。要はお風呂だと見てもらった方がいいと思うんだけど、でここにストックがある。でも大概のシステムに当てはまるんだけど、例えばね、このストックが極端に狭いと、で極端に狭くて、あ、極端に小さくて、ここが2分の1になっちゃった。たらこのストックが尽きるのは結構早いよね。でもこのストックが多いと遅いので、これをなんとか修復、これをさらに元に回復させるためのなんていうか時間稼ぎができるんだよね。もしくはね、もう一個風呂作ったりとか増設したりとかね。で、あとは、こっちが多分2倍になる可能性もあるよね。そしたら何が原因なんだろう、どっか穴開いてんじゃないかなって、修復させる時間稼ぎになるね。こんなこと分かりきってるんだけど、ストックが狭、どんなに収入が多くてもだよ、このストックがないとすぐ破綻しちゃうので、なんていうかな、このストックが大切ですよ。要は経済でいうとお金が、貯金大切ですよって話だよね。小学生でも分かるんだけど、なかなか大人になるとよく分からない、いう話なんですけど、でもなぜこれが起こるかだよね。分かっててもストックを小さくしちゃうっていうのは なぜだと思う。自分で管理ができてないから。なぜ？きちんと毎日収入と支出の額をメモしたりしてないから。そうだね。要はこうストックをこう数値化するシステムでいうとセンサーをいろいろ持ってた方がいいよね。これを数値化させるで、いいね。これなちゃんとしましょうよ。センサーを持って、ここか。しましょうよって。そうすると、いち早く対応できるもんね。っていうのもあるし、あとあれなんだよね。あとこれ時間だとすると、あとこれが今の価値みたいなね、こういうふうになってんだね。わかる？将来に、例えば1ヶ月後に1万1000円あげる、それか今1万円もらえる、どっち選ぶ？将来もらえる方を選ぶ。そっちの方は豊かになるんだけど、とりあえず今1万円もらっとこうって人は、前も言ったんだけど、視点が狭いというか、視点が低くて見方がかなり狭くなってる。ここに原因があるんじゃないかなと思ってます。どうもありがとうございます。